皆様、こんにちは。不動産の目で今の世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント鈴木です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は海外ネタ、中国とインドの人口をテーマに動画を作ってみました。 今、地球上の人口は約79億人いて、2022年になってからの18日間だけで約400万人増加したそうです。この間、687万人が生まれ、288万人が亡くなり、差し引き400万人増えたとのことです。年間では約8000万人ずつ増えています。 面白いことに世界の人口が年間8000万人ずつ増え続けるペースは1970年頃から50年間ほぼ変わっていません。 でも時代が下るほど人口の母数が増えているので人口増加の絶対数が変わらないということはつまり増加率が下がり続けているということです今から50年前1970年時点で世界の人口は現在の半分以下しかおらずそれでも年間8000万人増えていましたので増加率は年率で2.2%ありました 今は人口79億人もいるのに年間8000万人増で変わっていませんので人口増加率は年率1.0%に下がったわけです全世界的に医療環境が改善して近代化もした結果昔ほどたくさん子供を産まなくなったわけですね 今後、世界人口の伸びは鈍化し続け、2050年か60年あたりにピークを打ち、世界人類が減り続ける時代に入ると予測する学者もいます。その鍵を握るのはもちろん、世界人口の3、4割を占める巨大な人口大国、中国とインドの動向でしょう。 人口世界一の座を守り続ける中国の人口は公式統計で2021年末時点で14億1260万人世界全体の18%を占めていますインドの人口は推計値になりますがおおむね14億人前後とされこちらも世界シェア18%中国との差はわずか1000万人から2000万人程度と推定されます 中国の統計については、信憑性を疑問視する人もいますが、 私の肌感覚としては、少なくともインドの統計よりは実数に近い気がします。というのも、中国には戸籍制度がありますし、派出所を使った住民登録の制度など、都市と農村をひっくるめて人口数を把握する仕組みが昔からあります。それに何より2020年時点で国勢調査をやっているからです。一方、インドの場合は、国勢調査は10年ごとに実施することになっており、最新の調査は は2011年に行われています次の調査を2021年中に実施する予定だったのが遅れておりまだ最新の数字が出てきていません。最も州政府レベルでは人口は随時公表されておりそれを積み上げればインド全体の人口は算出できますが国勢調査をやれば 数百万数千万単位で誤差が出るかもしれませんいずれにせよこの動画ではできるだけ公式統計を使って話を進めていきますまず結論からいきます一番中国は直近6年で40%以上も出生数が減っている二番中国は今年から人口減少社会入りする可能性が高い 3番インドの人口増加も鈍化しているがそれでも年間1300万人ぐらい増えている4番早ければ来年2023年にインドの人口が中国を抜いて世界一になりそうです今年1月17日に発表された中国国家統計局の公式発表によれば2021年中国の人口は48万人しか増えなかった。 14億人の巨大な人口が分母ですから、ほとんど増えてないも同然ですね、その内訳は、出生数1062万人、死亡数1014万人、差し引き48万人のプラス、この出生数1062万人というのは、中華人民共和国建国以来、最低の数字です。とにかく中国は出生数の低下がえぐすぎます。 少子化予防策として一人っ子政策が廃止された2015年ですが、翌2016年には7 8 6万人の子どもが生まれました、それから6年連続で出生数が減り続け、その減少ペースが恐ろしい、なんと6年間で40%以上も減っているんです。この6年間で前年比マイナス2桁の年が3年もあるというのは、危機的状況と言えるかもしれません。 合計特殊出生率は日本も低迷していますが、中国は一気に日本をも下回ってしまいました。また中国は2021年に65歳以上の人口が14%を上回る高齢社会に突入しており、長子高齢化のペースも日本より早い速度で進んでいます。子供が急激に出るトレンドを覆す妙案は、さすがに中国共産党を守っていないでしょう。このトレンドが続けば、 今年2020年の出生数は900万人台に落ち込み、死亡数は1000万人を上回ることで、中国も日本、韓国、台湾に続き人口減少社会に入る可能性が高いと思われます。今の14億1260万人が中国の歴史上の人口ピークであったと後世の歴史家は言うかもしれません。 一方でインドですが、国勢調査の数字が出るまでの間は推計値になりますが、私から見て一番信頼性が高いと思われる数値は14億人近辺。そうなると中国との差はわずか1260万人です。インドも出生数や人口増加率が低下し続けていますが、それでもインドは中国に比べれば平均年齢が約10歳若く、出生率も2倍近くあり、毎年生まれてくる子どもの数は2倍以上。 ということで、毎年13万人ぐらいずつ増えています。中国はほぼ人口が増えないので、順当にいけばあと1年後、2023年中にインドの人口が中国を超える可能性が高いと思われます。国連も2024年にはインド中国の逆転が起こると予測しています。間もなく人口世界一になるインドですが、あと2、30年経った2050年前後には、今の中国と同じ状況になり、 16億人前後でピークを打ち、その後は人口が減る時代に入ると予測されます。ただ、それでもインドが人口世界一であることには変わりません。2050年に中国の人口は激減して10億人を割り込み、インドの約6割になっている可能性もあるからです。いずれにせよ、インドを含めて世界人口が減る局面になれば、 経済の形も今とは大きく変わってくるでしょうインドについて驚くべきことは 日本の総人口を上回る州が3つもあることです。インド領内28州ある中で、4つの州が人口1億人を超えており、北部のウッタルプラデシュ州がなんと2.4億人と、日本の約2倍の人間がいます。2位は大都市ムンバイがあるマハラシュトラ州で1億2900万人。3位のビハール州が1億2800万人で、現在1億2600万人の日本を上回っています。 上位の4州だけで約6億人がいて EU27 カ国より多い南北アメリカの全体より多いというのはすごい数字ですね一方中国には23の省と5つの自治区があります1億人を超える省は2つです。 甲州、深仙など大都市を使用する関東省は1億2600万人で日本全体の人口とほぼ同じ。2位の山東省が1億人を少し超えています。河南省も1億人をやや下回る程度ですが人口が減少傾向にあります。こちらもすごい人口数なんですがインドと比べるとややおとなしい数字という感じがいたします。今年から人口が減ると予想される中国ですが これまで築き上げた経済力、ハイテクを含む工業力は巨大で、軍事大国でもあるので、経済成長が鈍化するとしても、依然として世界に大きな影響力を与え続けるでしょう。 一方、まもなく人口世界一なるインドは経済的にもプレゼンスを高め2030年前後には GDP で日本を抜いて世界3位になると予測されアメリカ、中国に肉薄していくでしょう。長い目で見ればインド経済が中国を追い抜く日も来るとかもしれません。 最後に私の体験談で話を締めくくります。私は2005年から2007年にかけて中国の IBM で IT エンジニアとして働いていまして2006年中国の社員としてインドのバンガロールに出張したことがあります。当時中国とインドはアメリカ、ヨーロッパ、日本など先進国の IT アウトソース先としてライバル関係にありました。中国は同じアジア圏の日本韓国向けのサービスでは絶大な競争力 がありましたが、英語圏向けとなるとインドが圧倒的に有利で、it エンジニアの数も専門技術領域もマネージャー層もインドがずっと先行していました。ga fa など巨大 it 企業の ceo もインド系の躍進が目立つなど、大勢のエグゼクティブ層も輩出していますね。一方、都市のインフラとか鉄道などハード面に関しては中国の方が圧倒的に進んでいて、インドが追いつくには少なくとも10年20年かかる。 シ、ね、リコンバレーにインド系 CEO はたくさんいるけど中国系はゼロ一方中国人の IT 企業家は母国でスタートアップしてたくさんのユニコーンを輩出しているというのも対照的です今回の動画面白かった楽しかったインドや中国にますます興味を引かれた方はチャンネル登録をお願いいたしますそれでは失礼します さようなら。